長文斎秀行が、片木文が今階段より、下付けなすので打ち取られた山目山姫、または山目は、日本に伝わる妖怪。その名の通り、山奥に住む、女の姿をした妖怪である。東北地方、岡山県、四国、九州など、ほぼ全国各地に伝わっている。山目の名は、民族資料、中世以降の階段集、随筆などに記述がある。 各伝承により、性質に、才はあるものの、多くは長い髪を持つ色白の美女とされる。服装は、ハンラの腰に草の葉の実をまとっているとも言うが、樹皮を編んだ服を着ている、十二単を着た姿との説も、ある。熊本県下間式郡でいうヤマメは、地面につくほど長い髪に節を持ち、人を見ると大声で笑いかけるという。 ある時に山目に出会った女性が笑いかけられ、女性が大声を出すと、山目は逃げ去ったが、笑われた際に血を吸われたらしく、間もなく死んでしまったという。鹿児島県肝付群牛根村では山奥に押し入って、来た男を襲い、行き血をす,するという。新州の旧都立山の本性を確かめるために、山中に入った男が山姫に会って、毒気を浴びせられ、命を落としたという逸話もある。 薬島では、山姫を新嫁女とも呼び、伝承が数多く残る。十二単姿で火の袴を履いているとも、縦島の着物を着ているとも、半裸で、シダの葉で作った腰身のをまとっているとも言うが、いずれもかかとに届くほど、長い髪の若い女であることは、共通している。山姫に笑いかけられ、思わず笑って返せば、血を吸われて殺されるという。山姫を睨みつけるか、 わらじの花を切って、唾を吐きかけたものを投げつけるか、榊の枝を振れば、難を逃れられる。しかし、山姫が笑う前に笑えば、身を守れるとの伝承もある。かつて、薬島吉田集落の者が、山に、麦の発穂を備えるため、旧暦8月のある日に18人で連れ立ってお竹に、登った。途中で火が暮れたため、山小屋に泊まった。翌朝の早朝、 飯炊きが皆より早く起きて、朝食の準備をしていたところ、妙な女が現れ、眠る一堂の上にまたがって、何かしている。結局、物陰に隠れていた飯炊き以外の全員が血を吸われて、死んでいたという。宮崎県西諸方郡正サ町の山姫は、洗い髪で山中で綺麗な声で歌を歌っていると、言うが、やはり人間の血を吸って死に至らしめるとも言う。 同県東薄木郡では、ある漁師が猿を撃とうとしたが不便になってやめたところ、猿が漁師にナメクジを握らせ、後に漁師がヤマメに出会ったところ、実はヤマメはナメクジが苦手なので襲われずに済んだという。大分県の黒岳でいう山姫は絶世の美女だという。ある旅人が山姫と知らずに声をかけたところ、山姫の下が長く伸び、 旅人は血を吸い尽くされて死んでしまったという。高知県旗郡、屋内村ではヤマメに出会うと、血を吸われるどころか出会っただけで熱病で死んでしまったと言われる。岩手県上平郡上里村のヤマメは性欲に富み、人間の男を連れ去って攻遇するが、男が勢力を切らすと殺して食べてしまうという。これらのように山ビメ、ヤマメは、 怪しげな能力で人を死に至らしめる妖怪とされるが、その正体は人間だとする場合もある。例として、明治の末から大正はじめにかけ、岡山に山姫が現れた事例がある。荒れた髪でギロギロと目を光らせ、服は腰のみぼろ布をまとい、生きたカエルや蛇を食べ、山のみならず民家にも姿を見せた。付近の住民たちによって殺されたが、 その正体は近くの村の娘であり、正気を失って、このような姿に変わり果てたのであった。妖怪探訪家、村上賢治は、各地に伝承されている山姫や山目もまたこの事例と同様、人間の女性が正気を失った姿である場合が多いと推測している。昭和に入ってからも山目の話はあり、1935年頃、頃 宮城県仙台市青葉区で山仕事に出た女性が3歳になる娘を草むらに寝かせて仕事をしていたところ、いつしか娘が姿を消していた。創作の末、翌朝に隣部落の山中で娘が発見され、母ちゃんと一緒に寝たと答えていたことから、人々は山目か狐の仕業と語ったという。また、薬島では昭和初期になっても、 山姫や新嫁女の目撃例がある。旧正月と9月16日には、山姫がバケツを担いで塩汲みに来る、小学生が竹の子取りに行ったところ、白装束で髪の長い女に笑いかけられた、雨の夜、宮の浦集落の運転手が、紫色の着物の女に出会った。車に乗るよう進めたが、そのまま行ってしまったなど、現代的な要素を含んだ実話として伝承されている。 立花の南京町の最有機に山姫に類似した伝承があるが人間かけ物か判別できぬ女の形をしていると記しているにとどまる。ありがとうございます。